キチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、今年もやります大和田ベストライン、はい、まあね、初めて見られた方もいると思いますけども、はい、まあ、大和田ベストナインというのは、まあ、その選手が大和田っていうんじゃなくて、はい、今まで1回もベストナイン取ったことがなく、今年取ったら初受賞っていう人を選ぼうっていう、うん、去年もね、やった企画なんですよね。そうですよ、去年もだからあのパリーグは、山本と、うん、誰やってたっけ、一人じゃなかったかな、山本だけ確か、まあ、何人当たるか2人ぐらい当てたいですね。そうそう、あの新しいのが山本宗、うん、で中村翔吾、杉本が初受賞だったんだよね、はい、多分当ててないね、当ててない、山本投手だけですね、ちょっと、うん、だからやっぱ 2,3 当てたいね。そう、最低2人当てたいですよね、うん、これ結構ね、うん、難しいからね、はい、だからあのルールで言うと、うん、その同ポジションじゃなくても、はい、ベストナインっていう賞をどのポジションでも1回でも取ったことある人は選考対象じゃないんでね、はい、取ったことない人、一度も取ったことない人の中から、そうそうそう、もしかしたら今年取るかもしれない人を選ぼうという企画、うん、で去年山本なんて当てて当たり前やろっていうかも分かんないけど、はい、ピッチャーはめちゃくちゃ難しいからね。まあそうですね、全選手の中の1人だから、うん、かなりハードル高い中当てたのはさすがって言ってほしいよね。そうですね、で山本を見つけてきたっていうね、まあ、もうすごい言われてましたけどね、まあ、山本が今年はすごいそうだってね、うん、でもね、千賀とか、はい、マー君とか、まあ、そうですね、別に他にもいっぱいね、うん、ライバルはいるわけだけど、はい、まあ、その中でしっかり取ったけども、はい、今年もその中から誰が初出場するかっていう大穴ベストナインを選んでいこうという企画になります、はい、じゃあまずはピッチャーから、はい、パリーグ、はい、ピッチャーはですね、うん、調べたところ、はい、まだ取ったことないのがなんと則本、そうなんですよ、で、まあ、高橋光南、うん、伊藤っていうねちょっと若い押し上げもあるし、はい、まあ、ここら辺が筆頭候補かなっていうね、うん、だって千賀とか取ってるしね、山本も取っちゃったし、あと宮城ね、はい、宮城、あ、そうですね、今年どうなるかっていうところで、はいはい、宮城も、うん、まあ、選考対象の一人だ ね、 そうですね、ひょっとしたら佐々木朗希ね、あるかもしれない、中もいいかで投げてたら、はい、ひょっとしたら佐々木朗希も、うん、ベストナインね、そうですね、うん、もう強靭な敵はもう山本なのよ、はい、で去年は山本投手、うん、その前が2年千賀投手、うん、その前2年菊池雄星投手、うん、その前2年が大谷翔平選手、俺全員メジャー行っちゃうで、あら、これもしかして山本投手もう1年ずっと2年ずつ皆さん取ってメジャー行ってるんで、あ、そうだね、連続で取ったらグッバイメジャー、はい、かもしれないですね。まあでも山本はね、はい、あの今年ポスティングでメジャーに行って、はい、あの袴田さんの、 あの10億円企画の山本が0円になるっていうね、はい、それを一番期待してます。いや、私はそれをもう懸念してます。3億7000万が、うん、だ、 やっぱ山本がね、うん、やっぱ筆頭やと思うの、はい、やっぱり今で言うとね、うん、だからもう多分オッズ的には 1.5 倍ぐらいだね、はい、でもその中で初受賞取る可能性があるのは今言った選手の中から、はい、まあ、その中で、うん、まあ、俺は最初高橋コーナーかなと思ったけど、はい、則本も取ってないっていう、そうなんですよ、聞いて、はい、で今年結構状態も良さそうだし、はいはい、則本がベストナイン取っていくと楽天の優勝を見えてくるっていうところで、はい、そうです、これ則本に、あ、いいですか、うん、大和田ベストナインは、はい、ちょっと佐々木チャンネル的にはやった、ここを選んでいきたいですね、はい、じゃ続いてキャッチャー、はい、キャッチャーもね、うん、もうあの甲斐森なのよ、そうなんです、ずっとそうですね、うん、森甲斐、森甲斐、あと田村と、うんうん、あ、捕手、うん、住谷選手とかね、ほぼもう森甲斐だからね、はい、ここでもう新しいって言ったらもうほぼお人いないんだけども、うん、まあ、去年ね優勝したオリックスから、はい、去年は若月を選んでたんだけど、うん、今年は伏見で、お、まあ、若月か伏見かどっちかになってくるところでね、はい、今年は伏見に打て、うん、打ちさえすればベストナインあるんちゃうかっていうね、はい、で去年あの最優秀バッテリー賞は若月と山本だったからね、はい、その多分、はい、優勝、俺も優勝したのにっていう詳しさあると思うから、あれどうですか、ロッテは開幕スタメン松川選手、多分そんな打てないから無理よ、あ、そうですか、うん、しかもベストナイン取っていくってなると、うん、規定打席近くまで行かなきゃいけないから、あ、そっか、まあ、100試合以上は出とかないと、はい、その見栄えがね、うん、あのルール的には100試合出なくてもいいんだけど、はい、やっぱ100試合ぐらい出とかないとあれだから、うん、まあまあないと思う、まあ、まだないですか、うん、そんな名前は挙げれない、まあ、挙げれるようになってほしいね、まあ、今年取ったら本当にちょっと驚愕ですけどね、うん、そうで、ね、うん、でもまあ伏見だね、はい、キャッチャーは、うん、続いてファースト、はい、ファーストもなか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 いないのよ、そうなんですよ、だからまあロッテ言ったらレアードね、はい、でも取ったことあるじゃんね、はい、
で、あのファーストだって、あの西武だって山川ね、うん、で楽天だったら鈴木大地とか、まあ、銀次とか、あと新外国人、うん、はい、で日本ハムだったら、まあ、高浜かな、はい、でオリックスだったら T 岡田とか、うん、まあ、外国人とか、うん、ってなってきた時に、あれ取ってないのっていう選手が一人いて、はい、ソフトバンクの中村晃っていう、取ってなかったんですよね。そう、ゴールデングラブは取ったことあるんだけど、うん、ベストナインはまだ取ったことないらしくて、そうなんですよ、見る限りないんですよね。外野でもね、はい、取ったことないから、うん、じゃあここはもうファーストは中村晃にしようって、はい、これね難しいのが、うん、ほぼほぼ取ったことを1回でもある人が結構多いポジションあるからね。そうなんです、はい、で続いてセカンド、はい、セカンドは昨年、はい、中村翔吾が初受賞したっていうことでね、うん、はい、この浅村の牙城を、本当、うん、浅村選手何年取ったんだ、2016から6、7、8、9、10と5年連続浅村選手でした、うん、だから浅村の牙城をね、うん、あの破って、はい、中村翔吾が取ったんだけども、それを当てれなかったのがね、そうですね、不覚だね、はい、今年はっすね、はい、殿崎で、はい、取ったことないんですよね。そうそう、で三森もね候補なの、うん、俺の中では、あー、ソフトバンクの、うんうん、っていうところもチャンスあるんちゃうかと思ったけど、殿崎が去年怪我もして、はい、今年奮い立って、うん、走りまくっても行くんちゃうかっていうところの期待で、はいはい、殿崎なんかありえますよね。しかも浅村がここでこう上がってこなかったら、そうなんです、激戦セカンドになるからね。そう、去年ちょっとこうなったところに中村選手がね、そうそういったところでは、はい、まあ、一発逆転オリックス太田っていうのもあるけどね。ありますね、うん、もう万が一間違ってゴーン行ったらね、はい、でもまあちょっと、うん、そこちょっとオッズ的にね、はい、あの万馬券オッズになるんで、はい、まあ、殿崎ぐらいの 5.3 倍ぐらいに行きたいなっていう、3番人気ぐらいの、はい、そうですね、うん、で続いて、はい、サードサードサードはねめっちゃ悩んだっすね。そう、いない、いない、いないのよ、なかなかいないんですよ。だってロッテはさ、はい、サードを開幕するために平沢だからさ、はい、まあ、結局は、まあ、平沢がそこでどっしりね、うまくスタートして固まればいいけど、固まらなかったら流動的になるから、まあ、ベストライン無理じゃんね、はい、うん、で日本ハムは野村ね、はい、ちょっと経過勝ちっていうね、ポテンシャルだけ見たら野村行きたいところだけどね、はい、ちょっと経過勝ちっていうところでちょっと不安、はい、で、西武がおかわり君ね、うん、取ったことあるじゃんね、はい、でそこじゃあと、渡辺選手になるけども、うん、まあ、ちょっと未知数すぎるでしょ。で、ね、でオリックス宗がね、はい、去年初受賞したっていうね、はい、ところで、じゃあ茂木選手どうですか。怪我する、怪我勝ちじゃん。まあ、なかなか全試合っていうのがいつもないんですけど、あとちょっと流動的なとこあるでしょ。まあそうなんですよね、ちょっと今年ね、しかもサード鈴木大地行ったりもするんでしょ。そうなんです、ちょっと今内野陣が流動的っていうのはあるんですよ、ちょっとね、あとまあ外国人のね、はい、マルモレホス次第っていうね、はい、ところもあるんですけど、うん、じゃあまあもうそれだと俺はもう一発逆転、はい、ガルビスにかけたい。ガルビスですか、まあ、ソフトバンクの信頼ですし、どこ守るか分かんないから、はい、まあ、あえて俺はもう俺はもうサードガルビス、うん、ショート今宮、セカンド三森がいいんちゃうかっていう俺は説を唱えてんだけどね、はい、この前五十嵐はね、うん、今宮が経過勝ちだからショートって言っても今宮使わないのもったいないから、はい、俺はサードガルビスを提唱してんだけど、うん、はい、だから俺はもうガルビス4億2000万、うん、ベストナインあるんちゃうかっていう。あ、で続いてショート、はい、ショートはですね、うん、まあ、袴田さんが押した去年紅林、はい、っていうところの2年目の飛躍に期待するか、はい、あると思います。はい、いいんでしょ、おすすめが。私は山崎剛選手、あるね、注文ありますよね。一番にハマったら、いやこれどっち取ってもいいな。でもボケもあるよ、ショート。そうなんだ、ありますよね。確かにそこもいけるんだよな。でも小深田選手もね、去年ね選びましたけど、でも紅林選手今年だから、まあ源田がね、うん、多分、はい、一番人気だと思うけど、もうでも取ったことあるからね。はい、源田選手がここ4年ずっと取ってますね。その前が今宮選手、鈴木大地選手、中島拓也選手などもでも山崎剛か。いや一発紅林も捨てがたいけどね。でクリーンナップとかこう打てる選手になると思うんですよ、紅林選手は。でもまあ吉田杉本いたらそんな上に来ないと思うんだよ、いきなり5番とか。いや私 5とか6かなと思ってるんですけど。そうなの。でも山崎剛の方がなんか魅力あるな、そう考えたら。まあ、守備いいしな、足あるしね、足あるしね。どっちしますか。山崎剛でしょうか。そうしましょうか。そっちしようか。はい、うん、ショートは山崎剛でして、はい、で外野、はい、外野がね、うん、近藤、吉田、柳田王国っていうのがあって、はい、王国、もう強靭な、はい、もう三国志的な、はい、もう強すぎてね、なかなか太刀打ちできないなと思ったところで
去年杉本がそうラオウが入って、うんうん、で去年ちなみに大和のベストナイン選んでたのが、はい、太田金子藤原っていうね、はい、もうノンテンダーですよ、うん、まさかの、はい、どうしたんやみたいな外野も総崩れ、はい、惜しいもなかったね惜しくなかったですね、うん、でもここはね、はい、やっぱ若手株の、はい、ちょっとチャレンジ枠行きたいんで、はい、だから各選手で行くと、うん、だからまあ優勝者オリックスでいうと、まあ、福田だね、はい、まあ、吉田、福田、杉本だからね、はい、まあ、吉田で、うん、あ福田でしょ、はい、取ったことなんで2位ロッテ、うん、去年でいうと、まあ、高部だね、俺今オープン戦首位だしノリノリの、うん、これをもう思い切って花開いたら、はい、面白いね、うん、で楽天、はい、楽天で言ったら島内選手打点王なのに取ってないんだよね、取ってないんですよ、びっくりのね、そうなんです、調べたんですけど、うん、いないですね、うん、まあ、そこがね、はい、であとは辰巳、ちょっと怪我しちゃって、ね、まあ笑ってる場合じゃないんだけどね、ちょっと頑張ってねで、ソフトバンクが、はい、あれだね、栗原だね、あそう取ってない、栗原がまだ取ってないからね、はい、うん、で日本ハムがオープン戦絶好調の万波、うん、そうですね、日本ハムだったら第一候補ですね、うんうん、で西武が我らがっていうか袴田さんの、はい、我が鈴木翔平、はい、っていうところがね、はい、まあ、これぐらいが、うん、まあ、候補になってくんのかなっていうところで、はい、レフトは高部でいきたいですね、はい、やっぱオープン戦もう2軍はもう無敵なのよ、はい、で1軍でどこまで通用するかでオープン戦結果出して開幕用意ドン、うん、もうこれが出る頃には開幕してるけども、はい、もうどうなってるか分かんないけども、うん、うまくはまれば一気に杉本のようにブレイクベストナインあるかも、ね、うん、ありえますね、しかも高部ベストナイン取ったら、はい、ロッテ優勝あるからね、うん、ロッテが優勝したらありえますね、ありえるありえるありえる、はい、で続いて、はい、センター、うん、だからもう一人のチャレンジ枠で、はい、若林っていうのもあるね、そうですよね、だってもうファームでは2本ホームラン打ってるんだよ、うん、はい、であとは体万全かと1軍どうかと、うん、あと鈴木翔平が調子いいからね、はい、そこの枠っていうのがあるけども、ね、うん、若林も捨てがたいけど、うん、島内取ってないのはね、そうなんですよね、そう考えると島内レフトでセンター高部だね、そうですね、島内にしようね、やっぱりタイトル取ってるのにベストライン取ってないって、そうなんですよ、本人ね悔しい思いあるだろうし、やっぱオープン戦見てても島内選手って絶対今4番で、うん、いいとこで打つんですよ、そうだね、うん、だからレフト島内センター高部にしよう、そうしましょう、本当は若林入れたいとこだけど、はい、俺の思い的には、はい、まあかっこ若林いると言ってほしいね、はい、若林も俺は気づいてるよっていうところを知ってほしい、若林、鈴木翔平セットでカッコでお願いします、じゃあ、まあ、じゃあ袴さんのね、はい、俺はもう若林、いや、もうひょっとしたらっていうね、うん、ところをちょっと知ってるよっていうのだけ覚えておいてほしい、あの、まあ、私もあの10億円のに若林選手選んでるんで、あ、そうそうだね、頑張ってほしいなっていうのもありますで、ライト、はい、ライトがね、うん、マーティンが取ってないらしい、ね、これまた意外ですね、うまく回ったらホームラン王あるからね、うん、はい、でここはやっぱりライトはね、マーティンでね、はい、行きたいなっていうところで、うん、で DH、はい、DH は今年やるやろ、グラシアルっていう、グラシアル選手も取ってなかったですね、そう取ってないの、うん、あとちょっとキューバでね抜けるか抜けちゃうからね、そうなんですよね、あとあのいつ抜けるの情報がちょっといつ抜けるっていうのは知ってるけど、どんだけ抜けるか情報入ってきてないから、はい、その具合にもよるんだけど、3年前はデスパイネ選手は取ってるんですよ、うん、だからうまくはまればグラシアルあると思う、なりますね、うん、ベストライン、はい、だこれがね、うん、大穴ベストナインパ・リーグ、こんなかだから、はい、まあ、チャレンジワークもあるからね、うん、だから、こん中で絶対いけそうなのは、則本だね、そうですね、うん、まあでも、ピッチャーってでもまあ難しいじゃないですか、難しい、いっぱいいるからね、そう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 、則本、島内選手もなくはないですよ、でも、打点王ってなんで取れへんのやろね、だから打点王ってダメなのかな。だってそうですよね、うん、そう考えたらよ、だって柳田選手が取ってますもん去年、うん、だから打点王はダメなのかな、印象が薄いのかな、まああのー、あれ記者投票でしたっけ、うん、人次第っていうのもあるしね、打点って、あ、そっか、その要はホームランと打率って自分の力じゃん、はい、でも打点って自分の力だけじゃどうしようもなんないじゃん、前に出てくれないとっていうところ、うん、だからダメなのかな、分かんないけどね、うん、そうですね、そう考えたらマーティンがホームラン王になったらっていうのはありますね、うん、だって島内これ以上どう頑張ったら取れるのみたいな多分思ってると思う、いや本当ですよね俺だったらよ、はい、打点を取ってベストラインじゃないと思う、じゃあどうなったら取れるんだよみたいな、プラスチームが優勝じゃないですか、でもだって去年柳田なんて4位だよ、
そう、なん印象はやっぱり印象あるね、印象ありますね、うん、だ打点ってそんな評価高くないのかな。でも柳田選手は何も取ってないですよ。 そうなの、はい、だから何も取ってないけど、うん、あのホームラン2とかでしょ。あ、そういうところか。あと3割打ってんだもんね。あ、そっか、うん、まあ、そう全体的な総評というか。あ、そう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 、そっか、だから打点1位より総評の方が高いのかな、うん、そうかもしれないですね、感じ的には、うん、あともっともっとアピールした方がいいんじゃない、俺は打点王だぞっていう。でも去年、うん、あれですよ、島内五六とかいろいろ、だからそれ、だからそれが全国的なのかって話なんだよ。結構広まった気がするんですよね、私的には。でも俺知らんよな。普通に知らんよな。パリーグ TV さんとかにもまとめられてたよ。だって俺見てないから。パリーグ TV 見てくださいよ。だってセリーグの人も投票するからね。そっか、だからやっぱまだ内輪なのよ、はい、まだ広まってないんですね、うん、あの辰野美はどう書くのとかね、はい、あるけどもまだ内輪なのよ。まだ楽天の中なんですね。そう、だって俺墓場さんから聞かなきゃ知らないからね。そうですか、ほぼほぼ、はい、そういうの興味ある人は知ってるけども、はい、普通に野球好きの他球団ファンとか他球団のメディアの人とかは、はい、多分そこまで知らないんだよ。そうです、ね、でもっと自分でアピール、俺は打点王だぞっていうぐらい、はい、もっと言っていった方がいい、ね、じゃあ私もちょっとここでもうめっちゃ発信していきますよ。そんな影響力あんの？ないです。このチャンネル12球団ファンの方見てくださってるので、うん、うん、私はこう好きな。でもそんな落ちすぎたら他の11球団からファン感食らうよ。11球団もそんなもうプロ野球ニュースもやるようになってんのに、もうそんな、あのいいの？いや、それは行き過ぎたら。楽天以外のところも気になった選手もどんどん来い。だって鈴木翔平とかに調子してるじゃないですか。だってそれ後輩だからね。さい地元枠出林とか。あとあの阪神のね、岩崎投手とかも地元一緒なんで、うん、うん、はい、そう、あの地元知ってるところの濃さと、はい、それ以外の薄さをもうちょっとこっち上げていかないと。頑張りますよ、差を。あとね、はい、あの皆さんのね、推薦選手、はい、こんな面白いことやってるよ、あとこんな面白いことあるよっていうのをね、コメント欄でぜひぜひお待ちしております。私たちも常に学んでいかないと。そうそう、そしたらそれをね、学んで発信していきますので、はい、追いかけきれてないんでね、はい、みんなでね、はい、自分の推しの選手を有名にしましょう、はい、ということで、はい、今回ね、パリーグ大穴ベストナインこちらの選手になりましたけども、はい、まあ、答えはね、うん、半年後なんで、はい、また答え合わせしましょう。そうそう、で皆さんもぜひね、コメント欄で自分が思うこのルールに沿ったね、はい、大穴ベストナイン誰なのかっていうところをね、ぜひ書いてください。はい、お願いします。